はいさい。本日はですね、こちらジェットスキーでございますね。そう、お久しぶりです。AK さんですね。でかいですね、このジェットスキーって。皆さん、北斗の県でいうところのもう北欧と裏欧ですよね。そうそう。前にね。本日はジェットフィッシングと。見てる方でね、ジェットスキーはバナナボートを引っ張るやつと思ったやつ、あなた残念でした。そんなこと言ったらね、AK さんから豪勝派打たれますからね。なんとこの海に赤人、赤人というのは沖縄の方言で赤いお金、人というものはお金ですよね。赤いお金、つまりお金になると。そうです。そんな赤人をね、これから釣りに行きたいと思います。はい、これからジェットスキーを下ろします。おお、すごい、こんな風に下ろすんだ、面白い。はい、ポイントの方に到着です。皆さん、こちら40メートル。じゃあ早速ここでやりましょう。このポイントで海の中はどうなってんのシリーズ。90g のジョギング、あ、違う、間違えた。ジグの90ですね。こちらを落としてしゃくる感じですね。そこまで。はい、僕の方もこちら落としていきます。落ちていく。 40m なんでね、結構下ですね。魚探知に何か今来たそうですね。ヒット、今日本日初めてのヒット。さあ、ちっちゃい、さあ何が釣れた。おお、あ、赤人だ。赤人ですか。すごい、ついに来た。え、赤人とはちょっと違うね。赤人とは違う。ああ、欲しい。違うけども。よさ、ノージン。残念。こちらですね。いやー、一匹釣れたらモチベーション上がりますね。上がる。よっしゃ、美味しそうだ。やったね。どんどん狙っていきましょう。これ締めます。エラの方をハサミでチョクチョクすると。進めてますね、今。水につける、水にて血抜きですね。ポイント移動ですね。こちらの方で投げていきたいと思います。行くぜ。ここもまた 40m ですね。釣りてえな。ここ最近釣ってないですからね。坊主が続いてます。さあ、釣れるのか。坊主だけは避けたい。はい、AK さんまたしてもヒット。さあ、今度はなんだ。さあ、電動リールがキーキーいってる。ああ、見えた見えた見えた。お、お、タマンだ、タマンだ。タマン先輩来た。美味しくいただけるサイズですね。タマンゲットですね。25センチぐらいでしょうか。もうちょっとあれでしょう。あ、もっとね、35ぐらいです。35ぐらいですね。ちょっとね、全然釣れない、釣れないからね、ちょっとネタ目が入りましたね。35のタマンが釣れました。あれ、しかもはい、ということでね、こちら平場ですね。これはね、これ落とします。ほい。で、これね、ただ巻きで結構みたいです。
タコのようにゆっくり巻くと。こう、こんぐらいゆっくり。で、10メートル巻いたらまた落とします。これの繰り返し。さあ、果たして釣れるのか。あ、来てます。やばい。一層じゃん。勝ってない重さ。一層。こんなもんえ。巻いてる。やばい。巻いて巻いて。巻いてます。届ける思いは絶えぬ朝まで何年